常にこうミスに強い直進性の高いものに仕上がってます。こうやってシャフトの違いでですね、その人のパワーとかスイングの特性っていうものによりこうフィットできるような仕様になってます。クラブフィッターのゴラです。今回ご紹介はこちら、オノフドライバーラボスペックプラス、ご紹介していきます。ラボスペックという、まあ、オノフさんのブランドになりますかね。あまり聞き慣れないかなと思います。オノフを使っている方なんかで気になると思う部分がですね、まあ黒と赤と比べてこのラボスペックってどう違うんだっていうところだと思うんですけれども、まあ、赤と比べると捕まりが抑えてるっていうところからすると、まあ、やっぱり中間なのかなっていう気はしますね。やっぱり黒が一番こう捕まりを抑えて少し操作性を持たせてる部分があるので、まあ、そこをマイルドにして、よりミスに強くしているっていうようなところですので、まあ、中間って言っていいと思います。まあ、非常に扱いやすいですし、まあどなたにも勧められるヘッドかなと思います。でこのラボスペックというシリーズはですね、どちらかというと比較的フィッティングというか調整できる幅を持たせたものが多いです。で今回のこのラボスペックプラスもですね、ヘッド性能としてはですね、非常にこういろんな方に合わせやすいんですけれども、シャフトの特性であったり搭載されているテクノロジーであったり、まあ、そういったものがですね、こういろんな方に合わせやすいように、まあ、幅広い設定を用意されているクラブになってます。まずですね、ヘッドの性能なんですけれども、非常にこうミスに強い直進性の高いものに仕上がってます。ヘッド構造もすごく凝ってまして、フェースとボディを、一体で鋳造しています。チタンなんですけれども、一体で鋳造することで溶接箇所をなくして、まあ、スイートエリアを広げるという効果があります。でなおかつ余剰重量も多く作りやすいので、重心位置の性能を追求しやすくなるんですね。でさらにカーボンクラウンでさらに余剰重量を作ってますので、ミスに強く直進性の強いものになってます。直進性の強さとですね、まあ、飛距離性能を高めるためにパワートレンチというテクノロジーが搭載されています。クラウンとかですね、ソールに溝を掘りまして、この溝をたわませることでボールのインパクトからボールをこう押し返すタイミング そのエネルギーロスを減らしてですね、効率いいボール初速を高めてスピンを減らして、まあいい球を打とうというテクノロジーです。オノフのラボスペックなんですけれども、もともとある程度フィッティングを前提にして作られているものが多いです。で今回のこのラボスペックプラスもそれに当たると思うんですけれども、ラボスペックで専用のシャフトをかなりの本数作っています。でまあちょっといくつかシャフト借りたんですけれども、今つけているのが叩きの30というシャフトです。で30というのはまあ重量帯を示してまして、まあ、非常に軽量に作りながらもかなりしっかりしたシャフトになっています。他にもいろんなシャフトを作ってます。走り、叩き、しなり、ね、非常に面白いネーミングになってます。まあ、分かりやすくていいですよね。実際打ってみると本当に芯を外しても曲がりにくいです。結構右に突っぽ抜けるかなっていうような遠側のヒットとかですね、そういったものも滑っていかないんですよね。とりあえず狙ったところに出て最後にちょっと逃げていくかなぐらいな感じです。まあ、非常に直進性の高いヘッドに仕上がってます。オノフさん、メーカーさんでフィッティングもやってますので、興味のある方はぜひ行ってみてください。ラボスペックプラスみたいなドライバーは、まあ、寛容性が強くて直進性が高い、基本的に、まあ、いろんな方が使えるような味付けにしておいて、こうやってシャフトの違いでですね、その人のパワーとかスイングの特性っていうものによりこうフィットできるような仕様になってますので、より自分に合ったオノフが欲しいっていう方は、まあ、ぜひフィッティング受けてですね、こういったラボスペックプラスみたいなドライバーに、ぜひ触ってみていただけたらなと思います。